猫図の趣味部屋へようこそ。今回はね、ついにですね、出ましたね。はい、こちら。はい、ベジータ出ましたね。スーパーサイヤ人4の、ベジータ。いやー、悟空がね、あれでしたんでね、ちょっとどうかな。一応ね、パッケージを見るとめっちゃかっこいいよね。やっぱパッケージはかっこいい。果たしてこっからどんだけね、ちょっと劣化しちゃうのかっていうのが気になるところだね。もうあれだよね、なんか付属品とかが全部一番くじのと一緒なんですね。っていうことはコスト的にはやっぱりこっちの方がいいですよね、コストパフォーマンスは。一番くじあれね、いくらか使ってやんないと出なかったりするからね。といえばね、早速ね、気になるフィギュアの方をね、見ていきたいと思います。とりあえずね、いつものように、袋を、見ていきましょう。はい、袋の方ですね、出しましたんで見ていきましょう。はい、まずはね、台座、まあ全く一緒だな、質感。はい、で、プレートですね、一緒だね。はい、で、フィギュアの方は尻尾、はい、尻尾と、下半身で上半身。まあ、上半身に限っては、あれです、プチプチで包まれてないっていう点だけ違いますね。確か悟空の時はプチプチで包まれてた気がするんですけど。ではね、早速ね、組み立てて見ていきたいと思います。はい。はい、早速ね、組み立て終わりましたんで、見ていきましょう。はい。いや、あのね、悟空とえれえちぎれだな。明らかにベジータの方ができいいだろう。うわー、こっちが一番くじじゃね。いや、こっちの方が全然できいいよ。いや、これ顔もかっこいいね。こうも違いますかね。いやー、すごいじゃんこれ。いや、ちょっとあのね、悟空を見た後だからちょっと期待はねしてなかったんですよね。でもね、明らかにこっちの方がかっこいい。いや、全然いいよ。まあね、唯一言えばやっぱりね、ここら辺の尻尾とかがもう成形力っていうのかな、もうめっちゃね、まあ、シャドウとかも何も吹かれてないんで安っちくは見えますね。ちょっと腰がはまってんよ。あとはね、特に、これといって文句を言うところはないんじゃないですかね。一応スーパーサイヤ人4のね、ベジータとしてはかなりいいんじゃないですかこれ。めっちゃかっこいい。こっちの方が絶対いいよ。こうも違うかな。まあね、台座はやっぱ肉抜きされてるんでね、チャッチーですね。でもね、フィギュアがいいんでね。じゃあね、ちょっと悟空とね比べてみますか。はい
はい、ではね、悟空また、再度ね見てみましょう。はい、寄り目めっちゃ寄り目、すっげえ気になるんだけど、この寄り目なんでこんな寄り目なの。なんかこう指を指して目を指の先を見てるみたいな感じの寄り目。いやこれはひでえな、改めてベジータと比べちゃうと。でね、まあ、ベジータを持ってくるとこういう感じですね。いやちょっと待って、ベジータの方が全然いいな。いや悟空がちょっと間抜けに見えるな。いやこれマジちょっと作り直してほしいわ悟空。いやこれはないな悟空。ベジータが良すぎるな。いや良すぎていいんだけどね。悟空が悪すぎなんだけどね。じゃあね、こっちがもうあれプライズですからね、こっちが一番口。全然もう逆だろって話になっちゃうね。はい、でとりあえずこれをこう、こう置いておくとちょうどねこうポーズ的にも合うんですよね。でそしてあちょっとずれた。で、フュージョン、ジャンとね、全然顔が見えてね。はい。いや、こういう感じでね、飾れるっていうのはいいね。やっぱそういう意味では、この A 賞のね、一番くじの A 賞だったゴジータは、まあ、持ってて損はないですよね。うん、敵とかそういうのはね、置いといて。やっぱこの3体で飾り映えしちゃうね。いやかっこいい。いやーいいね。やっぱベジータがね、この、2人をね、引き立たせてくれてるね。2人つうかね、あの2体ね。まあとりあえずね、悟空はちょっとどうしようかな、これ手直ししようかなと思ってるんですよね。まあリペイントまではいかないけど、まあちょっとシャドウを拭くぐらいはしたいかな。もう寄り目なんとかしたいんだけど、そこまでの技術はないからな。まあとりあえずね、まあこの状態で、ちょっと飾ってちょっと考えます。はい、もしね リペイントというかね、手直しするようでしたらちょっと違いをね、比べてみたいと思います。はい、ではね、今日はこの辺で終わりたいんですが、ここでね、次回の予告もしたいなと思います。自分ね、つい最近ね、ちょっと見つめ始めたものがありまして、まあ、今更感はあるんですが、こちらの、これシリーズ。はい。こちらをね、なんか最近いいなと思い始めて、ちょっと集め始めてるんですよね。はい。これをね、ちょっと開封して、ちょっとご紹介していただけ、一瞬。紹介していきたいと思います。はい、まあ、これに至ってはね結構何個かあるんで、いっぺんに紹介、いっぺんにね、紹介しようかなっていうふうに思ってます。はい、ちょっとね今このブロリーはまだ持ってないんだけど、
ということでね、次回はワーコレになるかな、うん、を開封したいと思います。はい、ではね、今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。